はい、こんにちは、文豪です、えー。今日のですね、デザインの観察はこちら。はい。えー、iPhone の保護ガラスですね、えー。日本グラスって書いてありますけれども、えー、まあ保護ガラスそのものっていうよりはですね、今日紹介したいのはですね、この保護ガラスを 貼るためにですね、えー、このね、この保護ガラスが入っているケースなんですけど、このケースがすごいっていう話なんですね。をやりたいなということで、実際にね、貼りながら見ていきたいなと思っていますっていうのが一つ。で、まあちょっとね、えー、軽くですね、その前にちょっと豆知識なんですけれども、このね、えー、硬さ、ね、えー、このガラスの硬さを表現するのに、この最高高度の1 1って書いてあるわけですよ。 これなんですけど、これ何かっていうことなんですけれども、これですね、まあ、あの、簡易ね、ね、えー、ガラスのですね、あのー、まあ、表面の硬さを、えー、調べるためのですね、えー、簡単な、あのー、まあ、ガラスの検査方法っていうのがありまして、えー、鉛筆引っ掛け法っていうのがあるんですよ。でこれがですね、まあ、何かっていうと、10H の鉛筆で、えー、引っ掻いても傷がつかないってことなんですね。これ、 一般的には 9h までしかこの硬さ表示されてるものってないんですけれども、最近になって 10h っていうのが出てくるようになりました。でですね、もともとなんで 9h までしかないかっていうと、実規格で、えー、まあ、鉛筆の硬さっていうのがですね、えー、まあね、9h から、えー、6 m、えー、リか。 QH から 6B までしか、えー、実はですね、規定されてなかったんですね。なので、QH より硬い鉛筆っていうのは JIS で企画されてないので、基本的には書かれてなかったんですけれども、三菱鉛筆が、えー、まあね、ユニの、あの、シリーズでですね、あの、ハイユニのアートセットっていうやつでですね、10H までを出してしまったので、おそらくその鉛筆を使ってると思うんですね。なので、まあそんな感じです。 で、その引っ掛け法というのは、一応ですね、決まった機械があって、それを使ってですね、えーまあま、ここにですね、ギーっていこう。 鉛筆をこう斜めに当ててですね、ギーって引っ掻く機械があるんですけども、そのね、えー、機械というか、まあ、あの、台車みたいなやつがあるんですけども、それでギーってね、圧力をかけながら、一定の重さをかけてギーっていうね、引っ掻いた時に傷がつかないよっていうので、傷がつかなければ OK ってことなんですね。ということで、11の鉛筆まで大丈夫ってことだと思うわけです。ということで、まあ、結構硬いよっていうことだ、なわけですが、まあ、それちょっと置いといて、 今回はですね、実際に張り替えをしながらですね、このケースについて考えてみたい。ケース、まあね、ガラス、中のガラスがですね、これでもね、4000いくらとかね、結構高いんですよ。っていうガラスが入ってるもんですから、このケースもね、結構、まあまあ、あのー、まあ、すごい。 箱に入ってるんですけど、まあ、本来、もう中に入ってる商品としたらですね、このペラペラのやつが1枚なわけですから、こんなね、ケースじゃなくても良さそうなもんなんですけれども、やっぱりね、えー、高いもんですから、しっかりしたケースに入ってるんですが、それだけじゃなくって、 このね、あのー、まあ、このトリンティっていう会社の、えー、パッケージっていうのは結構いろんなところでですね、それをせっかくパッケージをつけてるんだからということでですね、それをいろんな風にね、利用することで、えー、前からね、いろいろ面白いんですよ。で、以前はですね、ここに吊るす用のフックが付いてたんですけども、そのフックのパーツをパカッと外すとですね、こういうね、プラスチックのパーツ入ってたんですけども、そのパーツが、あのー、 ね、イヤホンのコード巻きになってたりとかですね、そういうですね、なかなか憎い演出があったわけですが、そういうね、あのー、どうせ必要な、こういうね、ケースとして必要なんだったらば、その、えー、部品をですね、他にも使おうと。で、あの、このガラスね、 えー、保護ガラスを買った時についてる部品がどうなってくれたらいいのかっていうと、そりゃあですね、保護ガラスを綺麗に貼るためのジグになってるのがいいに決まってるということで,ですね。確かに。ね。えー、よくできていてですね、ここのところがですね、まあ、こうなってるんですけど、こうやって持ち上げた時にこっち側がですね、くっついてるんですよ。こう、こうね、ケースからこう外れないように、一応こう止まっていてですね。何のためかっていうと、この状態で、中身出しますけども、 ここにですね、ここに書いてあるんですけど、ほら、ハピタって書いてあります。ね。このトレイを、えー、貼り付けに使用しますということなんで、これが大事なんですね。ここに、えー、iPhone をですね、こうパカッと入れてですね、 えー、位置合わせをするためにも、このケース全体がですね、位置合わせ用のジグなんですね、というふうになってます。あ、ちなみにこういうですね、何か工作とか加工をするときのですね、えー、まあ、位置を合わせたり固定したりっていうところに使うための道具のことをジグって、収める具と書いてですね、ジグって言うんですけれども、まあそういうふうに呼びます。ね。で、まあこんなふうになっていて、やり方が書いてあるので、これをちょっと見てみたいなと思うわけですが、まあこう開けると中にはですね、 こんな風に、えー、いろんなものが入っていますが、一応ね、このね、えー、保証サービス、365日保証サービスということで、欠けたとか、ひびが入った、割れたという場合、1年以内に申請いただくことで、本体交換が1回可能となるということなんで、これ,これはね、大事に置いておきましょう。これね どんなに、だ、あの、強いって言われてる前貼ったのもね、それ系のやつなんですよ。で、すごい丈夫って言われてるのにですね、こんなにバキバキに言われちゃうんですけども、ね。まあ、身代わりになってくれてるわけで、これ貼ってなかったらと思ったら、まあ、怖いわけですけれども、えー、ということでですね、今回ですね、結構致命的に傷が広がってしまったので、貼り替えたいなと思います。はい。はとりあえず剥がしていきましょう。よいしょ。前のを剥がします。 剥がすときにボロボロになっちゃうんですけど、こんな感じですね。剥がしました。ということで、まあ、こんな風になってます。で、えー、まずはですね、もう貼り方とかは書いてありますが、ですね、よいしょ。マニュアルを取り出して使ってくださいと。 いうことですね。はい。で、ここにやり方が書いてあるので、それを見ながら行きましょうということですけども、アルコールシートで拭いた後って書いてあるんですけども、まあ家でやるもんですから、まあ、こういうですね、まああのなんかあれですね、お弁当で胡椒とかが入ってるようなね、 あの、袋に入っていますけれども、これを使わなくても、家にはですね、えまあこういうね、アルコールって言うと、ドーンってアルコールがありますから、こういうのを使えばいいし、あとはですね、えですね、拭くときにはですね、一応ね、ティッシュでやるとね、ホコリが出るんですよ。なので、うちにはね、こういうのがあります。キムワイプ、ドーンって。このキムワイプっていうこの緑の箱ですけれども、これね、結構ね、科学系の研究室とかには置いてあったりします。あのね、 えー割と大学の研究室なんかによくあるタイプのものなんですけど、これ何かっていうと、ティッシュみたいなんですけど、実はね、 不織布っていうかですね、あの、毛ぼこりが出ないやつなんですね。なので、これは結構ですね、えー、重宝するので、あの、普段ね、あの、もちろんティッシュとして使うにはですね、これゴワゴワしてて、ちょっとね、鼻に当てると痛いんですけれどもっていうのと、あとは、まあ、値段も高いので、えー、まあ、あの、普通のティッシュとして使うには贅沢品なんですけど、こういうのをね、拭いたりするときにはですね、 えー、ホコリが出なくていいので、まあ、こういうのをおすすめしております。ということで、キムワイプを使ってですね、ちょっと軽くまずは拭いていきたいなと思います。ということですね。アルコールで拭きます。ね。あんまり普段からアルコールであんまり拭かない方がいいですよ。あの、このね、えー、っと、こうなんていうのかな。iPhone の表面とかっていうのは特殊なコートがしてあって、えー、っと、指紋の汚れとかつかないようにしてあるんですけども、それが、 まあ剥がれやすくなってしまうのでそのコーティングは剥がれたりするのであんまりですねで一応全面きれいになってるかを見ますまあもともとずっと保護シート貼ってたのでほとんどあれはないんですけれどもでどうしてもホコリがついてた場合にはですねここの中に入っているまあこれですねえー、これがですねホコリ取りテープということで、えー、これはですね よいしょ逃がすとまあ要は付箋みたいな弱粘着ののりなんですけどもこれで上にのっているほこりをペタッとくっつけて取るというものですねあんまりあんまりこれもやりすぎない方がいいですでも普通の家でやるとねどんなに頑張ってもほこりっていうのが取りきれないんだなよいしょ で、これをですね、ここに入れろというわけですね。で、ここに入れられるようになってて、パチって止まるんです、これ。パチッと。はい、入れます。しっかり入れて、よいしょ。 はい。入れた状態でですね、綺麗に1回やってですね、ホコリがない状態にしますよと。で、閉めます。で、L 字のタブから保護層を剥がします。これですね。ここね、これね、これを剥がします。で、一応合わせて、そのまま置くように貼り付けて、中央を押さえると吸着すると。ここにないね。 で、真ん中からですね、こうやって広げていきますよと。はい。よいしょ。よ、はい。なんかね、言葉が出なくなっちゃいますね。はい。こうやって貼りますと。わーなんか大丈夫かな貼りました。で、この、えー、ぴったり合ってるはずはずなね。これでですね、ここのところ、ほら、ここの、 このね、位置合わせのこのツールがついているので、これを、こっからシートがついているので、これごと剥がします。こっちから、この、はい。貼り付けができたら、上のシートだけを剥がします。はい。にょーっと。ピッと。剥がします。で、剥げ、剥がれたら、これを中から出して、よよいしょ。ってあげてですね、あとは、 この気泡を追い出すようにですね、外に向かって火をしますよと。まあでも綺麗に貼れた。貼れましたよということで、かなり綺麗に、はい、貼ることができました。じゃじゃん。ということでですね、はい。まあどうなっていたかっていうとですね、えここにですね、まあここここほら、留め具がついていてですね、ここにこの、えガラスの表面をね、保護するような、 え、シートですね。の端っこがちょっとはみ出していて、ここにですね、このプラスチックのパーツでここに固定されています。で、ここにガラスがついていて、ガラスの今度こっち側に粘着面の保護シートがあるんですけど、それをまず剥がして、本体をこの中に入れた状態でこっちにペタッと落としてあげると、これがね、 やっぱね、このガラスのシートちょっと硬いので、こっからまっすぐこう、振って落としてあげると、ここね、すごいちゃんとまっすぐ落ちるんだね。で、位置合わせが、まあでも、見事にですね、ここめちゃくちゃシビアなんですけども、このね、えー、穴の部分とかですね、かなりシビアなんですけれども、まあまあ、こんだけ貼れれば十分でしょうという感じで、綺麗に貼れます。ということで。はい。まあ、春ピタ。 ケース。良かったと思います。これなかったらね、こうやってね、こう手でこう持ってきてですね、うんって言いながら、ここっつって脅したりとかね、昔いろいろやったんですけど、なかなかうまくいかなくて、トリニティっていう会社ですけど、ここのですね、このケースが、まあいいっていう話ですね。あのー、もうこのガラスのシートのね、良さっていうのももちろんそうなんですけども、それに、まあね、 ま、マサるとも劣らないこのですね、このケースの良さっていうのがあってですね、ここのはいいぞっていう風な気がしていてですね、いつも貼っています。高いんですけどね。えーシート自体はですね、もうこんなに何千円もするっていうのがね、なかなかちょっと、ま、納得いかないところもなくはないんですけども、さすがにあんだけバキバキにね、傷が入ってしまうと、 えー、付け替えたいということでですね。あと、こっち側ね、ちょっと別のメーカーですけどもね。あのー、やっぱこっちもレンズの保護のやつを付けました。えー、前のね、今ね、この撮っているのはね、実はね、えっ、ー、とー、これが iPhone 11なんですけれども、11、えっ、ー、と、なんとかなんですけども、こっちは一個前のやつですね。10S Max で今撮ってるんですけれども、そっちの、えー、レンズは実はちっちゃい傷がですね、もうどうしても取れない傷がついてしまってるんですね。なので、今回はこれを貼って、 見てます。ということで、両面保護ですね。で、これはあとはね、この周りはケースに今からはめるんですけれども、ということで、ね。やっぱ高いですからね。iPhone 自体がだってね、あの、20万ぐらいするんで、やっぱね、それを考えるとですね、これはこういうのに入れてですね、ちゃんと保護しておきたいということで,ですね、今日は貼ってみました。 商品の価値っていうのが、商品そのものの割れないっていう性能はもちろん大事なんだけれども、それをですね、まあこうやって貼れるっていうね、間違いなくちゃんと貼れるよっていうことって結構重要なんですね。なので、えー、そういうところに、えー、ちゃんとした、えー、このジグが入っている。まあこれね、あのー、全体のガラスの価格からしたらですね、これ自体はそんなに高くないものかもしれないけれども、このアイディアっていうのがですね、 やっぱりすごい重要だなというふうに思っています。ね。あの、どうせ捨てるケースなんですけれども、そのケースの部分がですね、えー、これほど機能性を持っているっていうのもなかなかすごいことだなと思いますので、えー、僕としてはですね、まあ、この会社のやつがですね、割と毎回お気に入りで好きなんですけれども、というふうに、えー、して使っております。ということで、えー、今日はですね、えー、そのね、 あの、トリニティの、えー、日本ガラスっていうね,ね、日本製のガラスだそうですけれども、えー、それも、それの、えー、ケースのお話でした。以上です。